はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。ということでね、前回に引き続きジャッジアイズやっていきたいと思います。ということでね、また新谷先生にね、報告するところから始まってるんですけども、どうなんですかね、今回はどんな展開になるのか。で、今回どこに行くの？今回は事務所に行くんだね。逆だ。とりあえず、サクッと事務所まで行こう。サクッと事務所行って、なんだろうね、現状を報告して、次のミッションになるのかな。すぐ道悪いね。どうなんだろうね。はい、ってことで事務所に着きましたね。着いたよ。よう、何か進展あったか？教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか？俺は自分の仕事をしてきただけですから、新谷先生。12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、ハムラが久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ、村瀬は証言してくれんのか？いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。久米がハムラに拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろハムラの頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。分かった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。何？すごい意味深な言い方だったね。で、連絡を待つということで、何をしてたらいいの？新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで神室署に向かってくれ。分かった。どうも。はい、ということでね、接見できるっていうことで、会いに行きましょうか。というとこで、どこだ、一番近い。そこだな。そこだ。そこにタクシーがあると。いいよ。しばらく寝とけって。で、タクシーに乗っていくわけですね。それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、タボ。
聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、凶霊界の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんですか。裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は。ああ、10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてねえ。本当ですか。それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。ん？いくら。とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、やつに会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。はい、ということでね、テンダーにいる汚職警官に会いに行くと。なんだ汚職警官って。大丈夫かこの町。ということで、テンダーどこだったっけ。
てんだ、そこだな。テンダーはこっちから行くのが近いんかな。ちょっと邪魔だって、邪魔だって、邪魔だってばば。テンダーに着いたということだね。ここね、まあ衣装が長いね、これ長い。マスター、ちょっといいか。うん、なんだい。綾部ってデカ、知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあ、ね、タイミングが悪かったわ。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？前に来た時、お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか？そうだっけ。それで？その仕事やっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。三日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。懐かしい名前が出てきたね、スターダスト。いいね、まだあるんだちゃんと。でスターダストに行くわけだね、これで。天下一通りまで行ってスターダストに行くんだね。うん、なるほどね、なるほどね。これで注意ね。ちょっと邪魔だよあんたら。あんたら邪魔だ。どういうこと？この辺だね、スターダスト。あった。ちょっといいか。え、何ですか？この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか？ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴？ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さんいい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるかわかるか？いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、わかった。ありがとう。なになに、自分でできるの？ああ、つくもか。矢上氏、今度は何の用ですかな？ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか？
いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。まあ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、どれなんですかね。どれだろう。ボハ。減りましたが、まだまだ多いですね。違う言葉で検索した方が良さそうですな。そうか。同伴でいいの？同伴。おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとな。この程度ならお安いご用ですよ。とりあえず近いとこから行こうか。聖夜くん、まだかな。ちょっといい？スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。何？あなた、お店の人？え？いや、違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだよ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ。まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ。彼、支度に時間がかかってるだけなんだから。ちょっと待ってればすぐに来るわよ。おちなみにどれぐらい待ってるんだ。あ、ごめん。それじゃ。はい、外れと。あと、あなたか。ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あなた、聖夜くんのこと知ってるの？聖夜くんは無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから。もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜くん、誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあなんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜くん無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜くん楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。ちょっとね、だいぶ危ない感じの女性の方でしたね。だいぶ危ない感じだったな。とりあえず、最後1個だね。まず。ちょっといいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら、一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっと、どういうことなの。悪い、俺急いでるから。八神氏よ、聖夜氏というホストは見つかりましたかな。いや、3カ所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます。え？いや、もういい。違う方法を考える。
まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが一件ありますぞ。矢上氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安いご用ですとも。すごい怒ってるお姉さん。あ、ここ焼肉じゃんね。焼肉屋さん、ここもいろいろあるよね。うん、この店もいろいろあるよ。痛い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 。なあ、君が聖夜か、スターダスト。え、デート中に悪いね。少しいい。ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？矢上さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。矢上さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、矢上さんなら何とかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あと、これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより、羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ。間違いないのか？うん。俺は今、羽村の弁護人に雇われて事件を調べて、君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ、頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー、矢上さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者にも？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃、君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。
つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるかな。 OK だよ。八神さんにはオンを言っときたいし、テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。わかった、伝えとくよ。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあそれは分かんないな、いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな、また連絡する。うん、それじゃ。はい、ということで、ね、今回ここで終わりたいと思うんですけども、羽村の柱のね、アリバイが見つかりそうな感じにはなってきましたけどね、実際どうなんですかね、わかんないんですけども、まあそんな感じでね、今回ここで終わりたいと思います。今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。